木造建築はどのくらい持つのか。通常150年から200年と言われる維持管理された木造建築は400年は持つものがある。しかし気候や昆虫の被害、火災や災害などで全ては崩壊します。まして日本においては火災、地震、台風、争い、自然の影響が顕著で、まず数百年は無理であろう。ロンドンの17世紀の木造建築は火災でこの1軒しかありません。日本の植生や生物などは土壌に変える力は強い。カビや木造を食い荒らす昆虫などの繁殖が盛んです。気候的にも雨、氷、雪、風、台風、熱波、地震、植林の処置などの気候に耐えねばならないので、他国より木造は厳しいわけです。しかしその木造にこだわるのは逆に謎である。木造建築はどのくらい持つのか。通常150年から200年と言われる維持管理された木造建築は400年は持つものがある。しかし気候や昆虫の被害、火災や災害などで全ては崩壊します。まして日本においては火災、地震、台風、争い、自然の影響が顕著で、まず数百年は無理であろう。ロンドンの17世紀の木造建築は火災でこの1軒しかありません。日本の植生や生物などは土壌に変える力は強い。カビや木造を食い荒らす昆虫などの繁殖が盛んです。気候的にも雨、氷、雪、風、台風、熱波、地震、植林の処置などの気候に耐えねばならないので、他国より木造は厳しいわけです。しかしその木造にこだわるのは逆に謎である。